私が犯す。よしとも、そんなことしたら喉を切って死んでやる。誰のためにミサオを立てる。水玉の洋服を着て大きなシェパードと跳ね回っていた犬の名前はラッキーだ。ラッキー、ラッキー。どうもこんにちは。信じられないわ。こんにちはこの間どうもありがとうございました。いやいや、おかげさまで助かりました。お急ぎですか？ええ、ちょっと。もう一度ご住所をお伺いしたいんですけど。どうしてですか？あのメモなくしちゃったの。ああ。それじゃあ大学の方へ。本郷大学の東畑勉さん。そうです。天文研究室。のちごま参上。和の字、俺はこいつのことをそう呼んでる。生まれは猿大名の娯楽員、おふくろのとっつぁんってのは曲も間使いの名人だ。人は仕事もダメかと思いました。いや、僕もダメかと思いました。あ、すいませんね。いえいえ。あ、ボタン取れちゃって、私が捕まっちゃった時に取れない。いやいや、かばいません。ちょっとエレベーターなんか見てきます。いやいや、やめましょう。まだ地震来たら大変だから、ボタンなんかいいです。大丈夫です。そうですか、すいません。なんかこういう映画ありましたね。来月の3日、和之の誕生日だぞ。覚えてんだろ。なんか買ってやれよ。俺のものなんか受け取らねえよ、和之は。受け取んなくたっていいだろう。お前が和之のこと忘れてないってことだけでも、分かるだけでもいいじゃないか。忘れた方がいいんだよ、俺のことは。和之にとってもな。また振られたんだって。今日はどっちのお父さん。今日お父さんだって言うほどモテないんだぞ。いつものところにいつもあるボンカレーゴールド。お父様の思い出の中で、なんか大水かなんか出た時。そうです。台風が来まして、洪水になりまして、で僕の言ってた小学校から牛まで歩いて、そうですね、10分ぐらいのとこですかね。で間に川がありまして、それが破け、それで決壊して、でその時に普段何もしてくれない親父だったんですけども、事務所の人を連れて鯉のぼりにするような長い竹とロープを持って、それでもって迎えに来てくれましてね、それに僕たちを結びつけて、それでそこの決壊した川を渡ってっていう思い出ありますけどもね。この小さな手には何を。そうだ、最後の鯉のぼりだ。とってさ、最大のストレスはさ、神様よ。神様よ。真面目な話、だからさ、亭主の体のことだってな、悪くなってギャーギャー言う前にだよ。普段からもうちょっと亭主をね、大事にしろよ。小泉さん、茂木さん、大泉さん、欠点だらけ。欠点だらけ。どんどん。それはもう言いようがないぐらい多い。もういろいろあるわ。付き合い古いから。付き合い古いですもんね。よく我慢したよ俺も。俺が我慢したと。じゃあすごいとこ行きましょうよ。すごいとこね。八木さんの。
うん、さっき酒も飲まないのに、うん、酔っ払い以上のことできるという、そこがすごい長い付き合いのわりの小さな評価ですね。その程度だね。そのひどい今まで。いや僕は君が羨ましい。僕もあなたが羨ましい。いや僕の方が羨ましいよ。ピースが欲しい。ワンカップ大関。ピース。すごくいい歌をたくさん歌われてますよね。すぐ褒める人はすぐ悪口言いますから。そういえばそうですね。え、そうなんですか。ピースが欲しい。ワンカップ大関。やってらっしゃった中で刑事役というのはこの古畑さんが一番最初でいらっしゃるんですね。そう、刑事役ってやったことないし、あんまやりたくなかったからね。そうなんですか。やってみていかがでしたか。刑事役じゃない、刑事ドラマと思わなかったから僕は。最初本読んだ時にね、まあ、刑事ドラマは僕は断ったんだけども、でもとにかく一冊だけ本出来上がってるから読んでくれっていうことで読んでみたんだけども、ね、刑事ドラマではないので、むしろ謎解きを楽しむ、面白おかしく、謎を解いていくという、そういうドラマっていうかな、それをことを感じてね、ぜひやらせていただきたいっていうことでやったんだけどね。私のことを典型的な乙女座の A 型という人がいます。頭が切れる割に情に流されやすく、意外にミーハーである。性格は神経質でかなり粘り強い。うん、確かに当たってます。しかし一番肝心なのは、私は A 型でもなければ乙女座でもないということです。占いといえば確かにそうなんです。しかしこの中で一人だけステージ衣装のまま犯行現場に行った人物がいるんです。そしてその衣装は実際にはコンサートでは使われなかった。今もスタッフルームに置いたままになっています。あなた5時55分から衣装の裾上げをしてもらってました。そしてスタッフが席を離れた隙に姿を消した。状況から考えてあなたはあの時間ずっと仮縫いのズボンを履いていたことになります。これは推測ですが、あなた本当は犯行に参加する予定じゃなかったんじゃないですか。だからそんな格好で現場に向かった。地べたに座るな。親父、人前でイチャイチャするな。親父、可愛いと思ってんのか。父さん、日曜劇場親父。インタビューってあんまりお受けにならないですよね。ですね。お嫌いですかインタビューあんまりね、なんていうか面白いこと喋れないんですよ。そうですか。皆さんの拝見してるとね、とっても面白いこと楽しくお話なんだけど、僕はそういうあれがないんで、退屈な男ですから。いえいえ、普通にお話をしていただければ。お若い頃バンドを やってたとかっていうやってました。そんな田村正和が見せた素顔。徹子の部屋においでいただくのは18年ぶりでございます。そうですね。そうなんです。お元気でご活躍で何よりでございます。いろいろ伺わせていただきますので、よろしく。トークはあんまりお出にならないということです。ね、よろしくお願いします。終わってよかった法廷って何回かやったことあるんだけど嫌いなのよ要するに前には裁判官やら何やらいて、こっちは弁護士がいる、検事が後ろに傍聴人がいる、どっち見ても人間がいるでしょ。この現場がねすごく嫌いなのね。なんかお芝居しにくいというか。そこでよく喋ったね。よく喋りましたよいやごめんなさい、ショックでした。すいません、すいません。冗談。どうぞ。いただきます。あなたは田舎はどちら？高岡です。高岡。あ、金沢の近くだ。前田利長の領地、鋳物の町でしたね。ええ。どうか私に力を貸してください。よかろう。
これが私の答えだ。なんと。これでこの男の呪縛も解けよう。いや、実は笑い事じゃないんですよ。報告がございます。さっき分かったんですけど、慎吾君とナオはもうすぐどうやらパパとママになるみたいです。しかしいずれこの二人は別れます。今は結婚生活をスタートさせ幸せいっぱいですが、いずれこの二人のゴールは違います。どちらかが先に確実に死ぬんです。まあ結婚式にふさわしくないこと言って申し訳ございません。しかし私はただですね、最後に別れるその時に、あ、この人と一緒になってよかった、本当に幸せだったと二人にそう思ってもらいたい、それだけなんです。今は昔と違ってですね、地震やテロがいつ起こるか分かりません。そんな不安な世の中です。だからこそ、そんな時だからこそ私たちができるのは、いや、しなくちゃいけないのは、一番身近な人、例えばですね、ご主人とか奥さんにできるだけたくさんの愛情を注ぐことじゃないでしょうか。世界中の夫婦がですね、昨日よりも今日、今日よりも明日、ちょっとでもいいんです、お互いのこと好きになったらどんなに素敵でしょうか。笑われるかもしれませんけど、私は本当に世界中の人に幸せになってほしいんです。この世に生まれてきて本当に良かったなと思ってほしいんです。夫婦というのは、もしかしたら自分が生きてきたことを誰よりも相手に分かってほしいと思っている二人なのかもしれません。この広い世界でこの人にだけは自分が精一杯生きてきたことを覚えておいてほしい。自分という人間が確かにいたことをその人の口から誰かに伝えてもらいたい。そんな人を選ぶのが結婚なのかもしれません。私はこれから妻がどんなに私を愛し支え助け許してくれたか、たくさんの人に伝えたいと思います。妻と共に生きてきた素晴らしい一日一日を思い出してですね、みんなに自慢してやろうと思います。そしてできれば今日結婚する二人が私と同じ気持ちになってくれればと、そう思っております。すいません、ちょっと喋りすぎました。またかみさんに怒られちゃいますよ。本日は本当に二人のためにアリが10匹でございました。どうもありがとうございました。